大人の遊びをしようじゃないか。ネバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。えさあえ、今日動画を回すのがねえ、すごく遅くなってしまいました。ということでね、もうプレマーケットの方はねえ、動いているということでね、ひょっとすると、 秘宝、待てなかった LABU、プラス13.81%爆上げその前に売っちゃったということでね、あまりにも、えー、爆上げする前に売ってしまったので、ショックでね、動画を出さないのかなと思われていた方、いやいや、仕事がね、ちょっと、えー、スケジュールが狂ってしまいまして、この時間帯になってしまったということになっております。さあ、今日の SOXLLABU 差し値の方を考えていきたいということで、4月14日金曜日。 作戦会議スタートです。私のチャンネルはね。 日々、情報の方うを、ね、入れていきましょうということで、今ね、テスラが大人気の電気自動車だと思うんですけれどもね、そろそろテスラ以外のメーカーも出てくるぞということで、EV 戦争の覇者という、ね、レポートの方が出てきておりますので、こちらの方でね、しっかりと知識武装していただきたいと、そしてここでノンレバ商品の知識をしっかりと入れていただいた、あとね、レバレッジ型の商品は、まあ、私の知識 チャンネルを見ていただいて、どん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 知識武装していただくという手はずが一番いいかなと。説明欄に URL を貼っておきますのでね、ねこちらの方も確認してください。それ以外にもね、いろいろと商品の方は取り揃えております。すべて無料で読めるレポート、書籍ということになっておりますので、まあ、一度は、ね、目を通していただいていた方が、 資産形成にかなり役立っていくというね、ラインナップを厳選して入れておりますのでね、ぜ、ま、ひ、あ、ともご確認してください。そしてこのチャンネルは現物の SOXL の威力を見せつけてやるという番組になっております。SOXL がいいですよって進めてる番組ではなくてね、私が SOXL を使って億万長者になれるのか、それを見ていただくエンターテインメント番組です。SOXL で稼いでレバナスに入金するというね、 サイクルが稼働し始めますと、資産がメリメリ増えていくと、本当にそうなるのかどうかは確認してください。はいね、さあ、昨日なんですけれどもね、PPI、生産者物価指数の方が出てきました。えー、こちら、コアの部分で見ましても、前月4.4、予想が4.1に対して、まあ、今回3.4出てきたと。 そしてえ普通の PPI の方は前回4.6、予想が3.1、今回が2.7ということでね、すこぶるいい数値が出てきました。その割にはね、プレーマーケットの段階でね、この数値が出てきた段階で、大して上がらなかったんですよね。それどころか、SOXL はあろうことが、マーケットが開いてから下がってきましたので、おーこれは今日は下がる日なのかと。 PPI の発表良かったのになんで上がらないんだというふうにね、まあ思っていたわけなんですよね。その後、まあ反転上昇していくんですけれど、まあマーケットが開いた後の数十分っていうのはね、ぐん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 下がっていくわけですよ。不思議で不思議でならなかったという、ね、ことになっております。SOXL のレンジが15.04から15.96ということで、 木曜日、PPA の発表後は、全然ね、SOXL にしてはボラ率が低かったという、ね、ことになっております。 えこちら、冷やしの方うの、ね、チャートの方で見ていただきますと、依、ま、然、あ、14、18のレンジは形成していっていると、ちょうど水曜日まで下がってたので、木曜日、反発したというようにも見て取れる内容だと、えー、ただ、PPI の発表だった割には、全然的なが伴ってないんですよね、まあ、ですので、まあ、様子見感というのが、ねえー、かなり出ているのかなと、えー、そして今のところなんですけれど、やはり15、18のレンジで間違いないのかなということな なんで、まあ、15ドル台前半もしくはね今日ちょっと下振れして15ドル台終わってくるようなことがあればね積極的に SOXL の方を購入していきたいなと思っております。 4月14日の、ね、SOXL の戦略ということで考えていきますと、まずは15、18の、ね、レンジでいいと、もうここで割り切ってしまうということですね。そうなりますと、終わり値が15.67で終わっておりますので、今日のマーケットが開いて、目いっぱい上に振れば18.17、目いっぱい下に振れば13.16というところまで、ねまあ、落ちるとは思うんですけれど、まあ、基本的には、ねまあ、そんなに言うほど、ね、16%も上がったり下がったりするのかということで 考えていくと、まあ、そこまで、ね、上がったり下がったりすることは考えづらいのかなと。そして今週の、ね、高値を見ますと、昨日だけが、ね、15.96ということで、ね、16ドル台いきませんでしたけれど、それ以外の日はす、ね、べて16ドル台にはタッチしているということになっておりますので、さあ今日ねしっかりと高値16ドル台に、ね、タッチはしてくれるのかどうかというところが、ね、ポイントかなと。買いの差し値の値方は 3%下がっていただくだけで15.195%下がっていただきますと14.887%目いっぱい下がっていただきますと14.57ということになりますので、まあ、今日ねえ、とりあえずの差し値は14.88、14.57ここでね、しっかりと差していこうと思いますただ朝ね、まあ、3時か4時ぐらいに起きて、まあ、全くね、下がらなさそうであれば、まあ、15ドル台前半でね、拾っておいこうかなというふうにね、今考えてます、えー、そして売りの方はね 今日4上昇していいただきますとということになってきますこの数字って、ね、今までね今週の流れから見ていきますと10日の日が16.5、11日の日が16.79、12日が16.74、そして昨日が15.96ということで、まあ、決して、ね、高望みをしている数値ではないので今持っている、ね、SXL は、ね、この16.23あたりで売れたらいいなというふうに考えております。 さあ、LABU の方を見ましょうということでね、LABU は SOXL のチャートと違いましてね、力強く急上昇していってしまったわけなんですよね。えここまでまさか上昇するとは、久しぶりに LABU の爆発力を見たということでね、まあ、前日比プラス13.81%上昇で終わっているわけなんですよね。えそしてレンジもね、4.81から5.54ということでね、もうマーケット開いた時が、 まあほとんど最安値ということで、ここで仕入れた人は、1日ね、持ってるだけでかなり利益が取れたんじゃないかと。 そうしまして、え日足のねうえチャートで見ましても、プラス2シグマの方はしっかりと超えてきたということなんで、きのうが、ね、売り時だったのは間違いないんですけれど、なんで笑ってるんだということで、ね、そうです、えー、マーケットが開いて、えー、10分後ぐらいでもう売ってしまったので、全然ね利益が乗ってないというね、えーまあ、売るの下手だなと、売る日は間違ってないんですけれど、売る時間帯が悪かったというね、えー、ことになっておりますね。 予定通り気が変わらなかったらねそこそこの利益が乗ってたんですけれど昨日は日和ってしまいましてねちょっと安値に。 差し根をカチャカチャっとしたらね、一気に13%も伸びてしまったというね、まあ、笑いものになってしまったというような感じでしょうか。まあ、ただしね、えー、この、ね、爆発力っていうのは、昨日ちょっとね、上昇しすぎてるんで、今日金曜日ということと、あとは指数関係があまり出てこないと。で、今日決算があるのも銀行の決算だということで考えていくと、あんまり LABU は関係ないと。ただ、昨日急激に伸びてるんで、まあ、その分のね、巻き戻し。 調整が食らうんじゃないかなというふうにね、思います。ポジション整理もあると思いますからね。今日もう一回下げると思うんですよね。どこまで下げるかはわかりませんけれど、まあ、5ドル切ってきたらね、私は買い戻ししたいなということで、まあ今のところね、レンジはやはり LABU に関しましては4.66からね、まあ5ドル。まあもちろん上振れ、下振れすることはもちろんあるんですけれど、まあ、このレンジまだ抜けれてないんじゃないのかなと。まあ、このまま上昇してね、いって、このね、6ドル、9ドルのレンジまで戻るのかという ということで考えていくとちょっとここはもうちょっと観察しないとわからないということになってるんで、まあ、5ドル切ってくれば LABU 買いやすいんですけれど今日中途半端に上昇していくようだったらねちょっと短期のもしくはスイングトレードで使う、ね、LABU はちょっとね様子見していきたいかなとレンジの、ね、幅を確認していきたいかなというふうに考えてます今日金曜日なんですけれどもね今のところ指数の方がね出てくるんですけれど、まあ、あまり重要な指数というのは出てこないのかなと。 まあせいぜいぜミシガンが出てきてちょこっと上がるか下がるかするぐらいなのかなというふうに考えてますんで、き、まあ、今日はね、昨日大幅に伸びたセクターというのはね、多少ね、えー、理覚、ポジション整理で売られるんじゃないかなという予測を出しております。えー、そうしまして、3月のね、えーまあ、私のねこのチャンネルの目標っていうのは、1ヶ月間で1000ドル実現損益プラスを持っていこうというふうにしております。3月はねねしっかりとととここれを、ね、達成できたということになって おりまして昨日 LABU の方をすべて売却しましたので、買い付け可能額が楽天証券で5664ドル、マネックス証券で2578ドル、東賀さんの口座で1400ドルという風にね、ポジションの方が戻りました、でマネックス証券は SOXL を84株持ってますんで、全部ドルになってるというわけではありませんと。 えー、そうしまして、昨日ね、LABU 売りましたんで、まあ、こちらの方ね、実現損益どうなってるんだということで、まずはね、マ、まあ、ネックス証券、まさかね、5ドル16セント以上をね、超えていくとは思ってなかったんで、5ドル16セントジャストでね、売りに出してたんですよね。で、まあ、あ,あっという間に売れてしまって、ああ、ああ、ということで、えー手数えー、ですので、利益は乗っておりませんので、税金は引かれないです。えー、ただ、手数料の方がマイナスになったということで、14ドル27 7%まあマイナスを食らってると、ただし楽天証券の方ではしっかりと利益の方が乗りましたので、まあ実現損益が とマ、まあ、ネックス証券の方を、えー、引きますと、まあ、実現損益144.14 14ドル、えー、今月は利益が載せれたという、ねえー、ことになっております。えー、あと残り目標金額まで855ドル86セントということになってます。えー、そして今ね、ね s x l なんですけれど、84株持ってるんですけれど、まあ、現時点でね、えー、プラス2.44%ぐらいまで、ね、利益が載ってます。えー、今すぐ打 売っても、ね、利益乗るんで,いいんでまあ、この一応目標は16.23で売りたいんですけれども、まあ今日のね、マーケット、プレマーケットの段階で、まあ、さっさと売ってしまって、まあそしてもう一度ね、SOXL もしくは LABU 買い戻しをしに行きたいなと、まあ今日ノーポジにね、してもいいかなというふうには考えております。まあ今のところね、はい、楽天証券、マネクス証券のこのね、ドルの方を使って即るか。 LABU ラブを、ねえー、買い戻していくという、ねえー、状態で。じゃあ、もうすでにね、プレーマーケットの方が、ね、開いてるんですよね。<laughs> まあ、どんな感じになっているのかということで、今見ますと、えーまあ、若干巻き戻し食らっているのが SOXL。そして LABU は1%ぐらい巻き戻しを食らっているとえ。テスラ1.5倍ブルも1.76%巻き戻し食らっているということになってますんで、まあ、ちょっとね、あの下目線なのかなということで、昨日ね、えー、大幅に上がって セクターはねやっぱりその反動でね、やっぱ売られていくんじゃないかなと、SOXL は昨日そんなにほど上がっていませんので、このプレーマーケットの段階の値、ね、動きを見てて、き、まあ、昨日よりね、今、そのね、終値りより、若干上がってますんで、まあ、このあたりでね、84株ね、さっさと売ってしまって、組織をね、買い戻していく段取りを組んでいきたいかなというふうに考えております。 さあ、この後はね、えー、いつも通り22時からライブ放送の方をかけていきまして、まあ皆さんとね、LABU、SOXL、もしくはテスラ1.5倍ぐルい、何ドルぐらいで買おうかと、えー、そしてどれを買おうかというね、作戦会議をしていきたいと思いますので、22時からのライブ放送にご参加のほどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお会いしましょう。さようなら。